ナミさん、プロ野球で、バッターが打席に行く前に流れる登場曲あるじゃないですか。うん、あれって誰がどうやって決めるんですか？自分でこの曲使いたいんで流してくださいって言って決めれるんやけど、この曲がいいですっていうだけじゃダメで、自分で流したい曲とかの音源を用意しなあかんねんけど、例えばその CD 買ってね、渡したい。データとして渡したい。しないといけないんやけど、俺の場合は東京ヤクルトスワローズに移籍をして一軍に呼ばれた時にちょうど iPad を買い替えたタイミングやってんな。自分の？うん、自分の。で、その時に iPad 買い替えたばっかりやから、 iPad の中に入ってる曲っていうのが吉幾三さんの曲と世界の終わりさんの曲しか入ってなかったのね。じゃあ2曲のうちどっち使うのってなると、世界の終わりさんのスターライトパレードやったっていう話。